おい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 、大勢大勢、どうなってんの大勢。知ってんだろ、スタッフだから。はい、海の翔太、腰山行ってんじゃねえのかおい。違うんかおい。骨折したんじゃねえのか、1ヶ月前まで。治るかよ、ほんの1ヶ月で。やられたよ、やられたよ、あいつの。海の翔太、20代半ば。何歳だ、26? 27歳。俺より一回り以上下のやつがよ、見事な戦略を練ってくれたな。まあもちろん G1 だから油断したなんて言わねえけど、いや、ちょっぴり油断したかもしんねえな。あの野郎、はい、何かの間違いだろう。足や、何かの間違いだろう。腰骨折してるやつが、おい、俺から急に勝てるか、おかしいだろう。これがプロレスの力か。昨日の内藤から勝って、おい、大演説も台無しだよ。どうしてくれんだよ、どうしてくれんだよ、ふざけて。海野翔太、なんだ試合後のザレは。今までお世話になりましたかってか、おい、ふざけんな、この野郎。このまま終わったなるか、こら。てめえ、お前いつか、お前必ず叩き潰してるからな。岡本、あんだの、ザレは。お世話になりましただろ、お前。ふざけんなよ、負けたまま終われるか、こら。まったく、せっかくの大阪。ああ、もう、なんてこった。パンナコッタ。よし、よし、よし。元 IWGP 世界ヘビー級王座、元ネバー無差別級王座の高木に勝ったぞ。この勝ちはでかい。残りのブロックも負ける気ないから。高木さんとはヤングライオンぶりのシングルかな。高木さんが新日本に移籍してから初めてのシングルマッチ。あの時の悔しさ返したぞ今日。背中が痛かろうが腰が痛かろうが関係ねえよ、今日証明したろう。100回やられても101回立ち上がる強い男、かっこいいレスラーをみんなに見せるんだよ。諦めてたまるかよ、怪我でギブアップしてたまるかよ。怪我だろうがどんなやつだろうが A ブロックかかってこいよ。全部勝って1位を狙って優勝決定戦進んで、今年の G1 必ずいただきます。